先発ピッチャー今日長谷部でした。西岡にヒットを打たれて、そしてワイルドピッチがあって二塁、まあミスがあったんですが、早坂もこれもバントのミスがありましたが取り戻したのは今江。いや、いったんロッテとしては悪い流れかなと思ったんですが、ね、今井がそこを盛り返したんですよね。そうですね。でもあれをきちっとバントを決めて、今井の ヒット、それだともう成長の流れになっていくんじゃないかと思うんですけどね。そうなんですよね。そのあたりのやはり今シーズンリズムがなかなかうまくいかないというのがあるんでしょうが、リンデンのヒットの後にちょっとこう、まずまあこれエラーに近い形でしょうか、スリーベース。あのボールはね、スライディングキャッチしてほしかったです。さらに哲平タイムリー、たちまち逆転されました。ただノーアウトランナー一塁でエラーに近いプレーをした大松が発奮して、これでタイムリーで同点に追いついて、長谷部をノックアウトして小山、福浦のこのホームランの流れで、いや今日はなんとなくこれでいけるかなと思ったところなんですが、5回の表、ワンアウトランナー三塁一塁で、いや哲平が犠牲フライ、さらに堅守同点のタイムリー、これが同点に追いつかれます。そして6回の表、ルーキーの上野ですが、これノーアウトランナー一塁でセカンド送球、タイミング的にはセーフですね。これもどう見てもフィーダーチョイスで一つのこれでミス、これで気堅く小坂が一発でバントを決めて、このあたりのやっぱり流れの違いですよね。でこのプレーがちょっとですね、なかなか信じがたいプレーで、これで竹原のエラーで5対4、で8回の裏ツーアウト二塁一塁で福森を引っ張り出してサボローだったんですが、サードゴロに倒れました。福森は8回ツーアウトから、そして回をまたいで9回三者凡退に締めて5対4、1点差、昨日に続いて楽天1点差ゲームを取りました。